久しぶりになんかまあ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 、まあ、そんなさまさかさそんな次の日そんな顔腫れると思ってなかった。こんばんは。そしたらさ久しぶりにさ朝起きたら顔パンパンでびっくりしたんですよ。もうねどうしようってなって。こんばんは。でもショックで朝からクリームパン食べちゃった。こんばんは。塩分取りすぎたんかな。確かにもうチーズいっぱい食べたし。こんばんは。もうさ小学生の時に食べてすぐ寝て次の日顔パンパンみたいな、なんかぶりに小学生ぶりに今日顔パンパンだったんですけど大丈夫でしたか。今日のカレンダーの顔にやばいやばい。もうねショックでどうしようと思って、もうとりあえずもう悔しいからクリームパン食べたんです。朝から可愛かったありがとう。今日夜公演初めて入った、そしてピュアになってありがとうございます。はい本日もキラ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 じゃないよ。今日ももうさ笑顔も引きつってたもんだから、皆さんに会えたっていう喜びの笑顔はあったけど、でなんかね今喉に口内炎があって、そのせいかなんかそのせいで腫れてるのもあるかもしれんけど、なんかねここがずっと痛いよね、扁桃腺っていうか。いないいないばあありがとう。あなんかいないいないばあやった。こんばんは。ほんまにさ顔がさむくんでる時って笑うのも辛くて、なんか顔パンパンだった今日は。こんばんは。気づいたよ早く治ると間違いない。え、けどちょっと治った今夜だからさすがに。やな、こんばんは。今日僕は一人映画館行ってた。今日結構ね MC 絶好調でした。テロップはうん素敵な映画だって本当。こんばんは、コテちゃん。誰もさ、ももちゃん、ハートありがとう。さっきランダム元気チンだったけど、やーにゃーって幸せ。嬉しい。今日暑かった。なんか、途中雨降ってた？絶好調どころか全部の話絡んでたっけ？ももちゃん、ハートありがとうございます。こんばんは。なんかねもう TikTok 今早くインスタ始めたいって言ってたら、まずは TikTok を頑張りなさいって言われて、じゃあ TikTok 何日毎日配信したらインスタ始めさせてくれるんですかってなって。こんばんは。いや TikTok を一世風靡しなさいって感じで、 TikTok をまずは TikToker 並みにならないとインスタ始めれないみたいで、だから TikTok 一世を風靡しないとインスタ始められませんってことで頑張ります。皆さんもご協力お願いします。やな今日も短い方ありがとうございます。なので拡散してください。もういな早くねインスタ始めたいんですよ。だって今はやっぱインスタの時代じゃないですか。こんばんは。
こうストーリーとかでさ、皆さんに現状報告。ふみかちゃん、ペンライトありがとうございます。今日ひにくんありがとう、ありがとう。わかりやすかった、名前出してくれたから。ハート型ウイルスのいやな、初めて見られました、嬉しい。ゆうこえん、ちょっと配信見たけど絶好調だった。本当？まあね、顔面がねちょっと終わってたから、今日は MC だけでも絶好調でいこうかなと。早くは絶対インスタでバズれるのにな、顔も発信も強いし優しいな、おいおい。ナボーくん、ハートありがとう。これ途中で確かにピンクだけ持ってた。ナボーくん、ハートありがとう。いやー、だってさ、インスタ始めた理由がやっぱりさ、これからなんかあのいろんなことに挑戦するって言ってるじゃないですか。やっぱりそれやるにしてもインスタやってる方がやっぱり知名度も上がるかなって思ったから、ユナ的にはまだ入ったことないので、機会あれば B2 入ってみたいですって言ってくれてる。ぜひ。詐欺、大阪に来たんですね。一人暮らしか、待ってるね、いつでも来れるね。見学くん、ペンライトありがとう。ゆくんショップに飾る。こんばんは。あれめっちゃウケてびっくりした。ゆるくんありがとう、ありがとう。見学くん、あなたもありがとう、たくさん。そうそう、何でもさ、 SNS 何でも頑張りたいからインスタ始めたんやけど、そしたらもっとさ映えスポットで撮りたいと思うんだけどな。だってさ TikTok って用途が違うじゃん。また TikTok には TikTok の良さがあって、ショールームにはショールームの良さがあって、ってあるじゃん。ほの様からさ、アイスの差し入れいただきました。みっちー、ケーキありがとう。ふみかちゃん、ハートありがとう。ゆくインスタ合いそうとか言ってくれてる、嬉しい。まあ写真結構こだわってるからな。ふっふっふ。あ、ハリボーだ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアハリボー。最近のアイスキャンディー美味しかった。ループしてる、あれあれ、ループしてる。こんばんは。治ったけど、コメント押せない、なんで。こんばんは。治った、ループで何回もお祝い。よかったよかった。ユナ型ウイルスもいい、え、嬉しい、ありがとう。みな的にな、コロくん可愛い、ありがとう。ビオロコと、あの、ナバーくん、光ありがとう、こんばんは。キャンマチャンマキで入ったんやけど、めっちゃ素敵な時期ねえ、めっちゃ素敵だった。
さんさんね、こんばんは。ハートごとお洋服購入チラさんで嬉しい。みーちのメンバー、そう、まだ誰もインスタやってない。なんかに会えて幸せの誕生日だね。よかったあっちゃ、あっちゃだ。くまちゃん、ありがとう。隣に見ず知らずのピュアラーさん、仲いいじゃないですかライちゃん、だるまさん、ありがとう。お、明日ゆうなさん生誕、わー友達も美術は元気いっぱい楽しかった。ハンタこんばんは。あんたがたウイルスにやられてしまったみたい。こんばんは。なぜか声当たらない。かたちゃん、ハートありがとう。こんばんは。ピラピラしたんさん、ハートありがとう。もう3日出ましたか。かたちゃん、ハートありがとう。あかにしくん、ペンライトありがとう。なんかランキング動かん秒だ、また。なんでなんで、コメントが押せない、おかしい。こんばんは。ちょっとゆっくん、あのコメント見逃しとったら同じの送ってください。あのこう遡れないから。夢を見られてよかったわ。かたちゃん、ピカピカありがとう。ピカピカ。喉が痛い。夜声に入ってたのにコメント読まれ、ちょっと送って。なんかコメントとかさかのぼれないねんよな。あ、お手紙とか届いてて、ありがとう。お見送りまでの時にはまだ受け取れてなかったけど、今日受け取れました。ありがとうございます。実物のゆなくんは映像より100倍以上可愛いなって、嬉しい。そうそう、今日暑すぎてバテてた。なんかムシムシしたね。リアルラブタ1回目の方は届きましたよ。肩の動き、実物っていいよねって言ってくれてる。ということは僕の本名が流行、まだだったなんかね、多分送ってから結構、私の手紙まだでした。こんばんは。かたちゃん、ハートありがとうございます。隊長の手紙まだ。プレゼント？まだ。TikTok 公式。そう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 。
だから誕生日おめでとうをラブレターも多分2ヶ月くらい前に送ってた方がいいのかな、わかんないけど。ことちゃんハートありがとう。けなこありがとう、ありがとう。かたちゃんハートたくさんありがとうございます。今日ね謎に早起きしちゃったから、コロくん愛せもありがとう。三列目、そっか、3列目が奥、お見送り会3000なの。ちょっと待って、あのちょっとコメントがピューっていったから、ちょっともう一回送ってほしいです皆さんあちちゃん結婚してありがとうございます。ハート型のウイルスの衣装も違う、ハンター、そういうことか、そういうことか、前がいなくなるからそういうことか。今日の MVP も団地でいいのか、ほんと？うんうん、気づいたよ。 NNB の署名会、今日みんなに会ってとても幸せで嬉しい、ありがとう。あちちゃんかわいい、ありがとう。楽しみだな、お話し会。こんばんは。劇場でのいなのが配信で全然違ってびっくりした。だってさ、劇場でこんななよなよしてたらもういなめっちゃ怒られるから、なんか気張ってるんだやっぱり劇場では。しかもね、今日とかだったらゆながさ仕切らないといけないかったじゃん、ゆあのキャプテンがいない日だから夕がね、だからしっかりしなきゃいけないの、優雅こんばんこんばんは。あちちゃんハートありがとう、よちよちだぜ優しい、なんでちょっと怒られる、わからないけど、ゆなはなんか変なとこ真面目やからさ、なんかちゃんとしなきゃってなるからさ、なんて言うだろう、わかんないけどそう、前髪短くなってるな、なんでわかったの。ラブレター届いた、ヤナの空気感すごい好き、本当嬉しい。ゆななラジオのしっきりやるようになったから、トークもっとくれもかったのがさらに上手くなったの嬉しい。え、大人の人もあれなかったじゃなくて、ちゃんとあのね、前髪切ってくださる方に切っていただいたので、悪いことしてないです。赤にしくピカピーカーありがとうございます。テレビ今気づいたなんで昨日のあのやつあのバズってたね。やっぱさ、世の中の人食べ放題っていう文字好きですよね。だからあのバズってたんだと思う。なんかやっぱり
あの食べ放題で太るからさあんまり行かないじゃないですか。けどユナもよく TikTok で食べ放題の動画とか見ちゃったりするんですよ。こう食べてる気になりたいから。やっぱ食べ物の動画って強いのかな。やばい、食べ放題 TikTok だって本当にユウこんなのあるユウのマジで太りやすいから。ユナの MC 立派だったよって優しい、ありがとうございます。ええー、のでめっちゃ大食い見ちゃう。中チキの店って前にツイッターにも載せて、うん、うん、違う。こんばんは。韓国のモッパンのあれ？めっちゃあのカプカプ大食いのやつ。こんばんは。いやいや、ピオグルメじゃなくてユナにはパクパク体があるので、ベーダー対抗しないです。みんな食べ物はみんなのものだからね。別に誰かに対抗とかじゃなくて、アミちゃんと行ったとか今度行って、そうけどあそこで食べたわけじゃないんですけどね。いやなんか TikTok は今ね、あの一番なんかやってる人が多いからとかな、うん、なんかよくわかんないんですけど。そうそう、通り姿だけでね、あれ声入ってないけどね、こうさランプあるじゃない、バーン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 みたいな感じ。なんか撮ってて、あれ今日の出だし可愛いハンター、ありがとう、可愛いでしょ、もう超気に入り。ナマーくん、くまいくまいちゃん、ありがとうございます。僕はおじさんなので TikTok は見ないです。ユナのために見てください。のぼうくん、たこさん、ありがとう。ハート型ウイルスでなんか可愛かったんだ。 TikTok 入れた寝る時間減りました。なんで TikTok の写真ユナじゃないの。こんばんは。お、エケのボール1ダース、やば。まあすでにファンなので見なくてもいいのか。ユナの全部を見たくないの。可愛いですよね。TikTok も2回前見ました。ことちゃん、ピカピカありがとうございます。こんばんは。なんかあの眉毛薄くて薄くて。みゆくんとラビのため TikTok のアカウントを作った。ほんと？だって Twitter の名前、ゆうくんの名前なかったでしょ。こんばんは。じゃあ見ました。やったー。うん、今日コンタクトの調子良くて良くてめっちゃ見えたよ。新規で連れて行く予定の子がいなくめちゃくちゃ可愛いです。ハンター？
インスタに何発言発信した。そうやな。けどやっぱりね、こんばんは、ヒリコイ入ってました。大変かったです。本当？なんだろう、インスタはやっぱり個性を出したらいいなって。なんかユナファッションやっぱり好きだから、自分で言うのもあれだけど、なんか写真のセンスはあると思うのユナだからそのなんかもともとインスタやってたしね、高校生の時。やっぱさ、なんかこう今時女子って感じじゃないですか、インスタって。だからその今時女子さんたちの憧れにもなれるようにさ、男性の方でも見ますよね、インスタ。こんばんは。高校生の時はね、ストーリーばっか撮ってるの。ストーリーよく撮ってたね。こんばんは。ストーリーで食べ物ばっか撮ってた。僕はタイプ次ハンター、ありがとう。めっちゃアイドル的な写真もインスタにあげる。そこないよな。あー、ちょっと待って、コメントが可愛いな、今日も可愛いハンター、ありがとう。私最近インスタ始めた。お、インスタデビュー。うーん、ゆうくんも早くインスタデビューしたいな。こんばんは。こんばんは、ゆなくん、たおしです。ほんと？テビルノイドさん、ほんとですか？あれ？アバター、塩月ケイトさんって書いてるよ。もしかしてさ、タグとかでこんばんは、こう自分の好きなさブランドさんとかさ載せていったらさ、このイメージモデルになれたり、なんかこのファッション系の関連のそういうお仕事にもつながるんじゃないかなって思ったりするんですけど。ゆるくん、すごい、うちはね、めっちゃタグ上げてくれてて、お手手疲れてない、大丈夫？ありがとね。ピラピラしたんさ、ハートありがとうございます。ゆなくん、最近パルルさんみたいに冷たくヒント、え、ゆなくん塩対応、そうでしょ。ゆなちゃんの TikTok 見て最近気になってます。はるなちゃん、ありがとうございます。嬉しい。ことちゃん、ハートありがとう。イナーなん、なんて書いてる？こんばんは。ちょっと下行っちゃった、コメント。ピュアラインになってからスピンクと白まかりしてる。嬉しい。そういえばゆくんさ、最近さ、クマちゃん、なんかクマちゃん好きやねんけど、クマラーにしようかな嘘嘘嘘、最近けどなんかクマ好きやな。なんかインスタフォロワー一人目はこの私がいただきました。ほんと？高政くん、だるまさん、ありがとう。いや、なんかさ、昔からクマのるいくんも可愛がってたしさ、結構いいな、クマの方がなんか可愛がってたわと思って、
最近クマ食べるソングもよく歌うし、コル君お配信様ありがとうございます。なんかクマの方が最近身近に感じるんですよね。ひよこ別に嫌いになったってわけじゃないんですけど。よしみちちゃん、クマちゃんありがとう。みんなの顔的にさ、クマっぽくない？ゆなさんに何々レッスンもらえるけど、なんで書いてるの？やっぱりコメント言っちゃった。高松くんハートありがとう。ミックマ、それミクちゃんやないかい。アディダス、バイバイ、ありがとう、今日は来てくれて。お、名前にクマ、いいね。のぼく、かわいい、ありがとう。じゃあ、プーさんの洋服もプレゼントあり。プーさんは、プーさんは、うん。高政くん、だるまさん、ありがとう。右のクマのがかわいい。犬の爆裂感謝です。あ、ありがとう。形から入るタイプだから、イラスト用のペン買った。ありがとう。マッチンだるまさん、ありがとう。かわいいだって、ありがとうございます。クマラになるのでクマラソング。即変えた、かわいい。ユナと目が合って恋に落ちる感覚から、ほんと？ん？こんばんは。子グマっぽい？クマさん、感謝します。今日はラブレター受け取りやった。はい、受け取りましたよ、何名か。ラブレターも全部読みました。こんばんは、かわいいだって。お、正探偵のデザイン。ゆなくんに見つめられたらプレッシャー。いや、そうなんよ、しゅんさんもクマですよね。ラブレターいっぱい溜まった。皆さんとたくさん目があったので恋に落ちました、だって。もしも願いが叶うなら。こんばんは。今日昇格した夢見てん。朝起きたらしてなかった、悔しいです。吐息は白い、ケース心配ないと使った。まさゆめかな。うん、画像めっちゃさすがなセンスやなって。どこのステージね、どこなんだろうあれ。なんか東京ドームぐらいでっかかったよ。ラブレターの便箋クマ使ってくれてるの？なんで唐突に言うのもクマがね好きやなと思ったのかというとね、昨日みっちゃんとねプリクラ撮ったので、その時になんかプリクラってなんか柄を選べて、その時にねクマの柄を見て、あれ、ユナとクマって相性いいんじゃないって思ったのがきっかけです。嬉しい、ポテンシャル高い B2 って言って書いてある。ありがとうございます。配信音テカピを活用されてくれるの？高松くん、あ、タコ、タコたくさんありがとう。
そのプリクラも載せてない。カラーは黄色と水色でした。ゆなちゃんないんかい。ふみかちゃんかわいい、ありがとうございます。ゆなさんこんばんは、こんばんは。お疲れ様です、こんばんは。顔が腫れてる。今夜の夢はないよな。なん喉に口内炎あるのも原因あるかな。顔が腫れてる。ワイニャンかわいい、ありがとう。なんかのペンライトから青に変えませんか。煽ってますかそれ。クマとヒヨコの仲良しイラスト。早川さんこんばんは、こんばんは。ブンブンブン、蜂が飛ぶ。こんばんは。なひめ本当に可愛いなのって嬉しい。甘やかしてくれて大好き。こんばんは。カットちゃん、アジサイありがとう。今日担当の美容師さんにミラノ布教したの。嬉しい、大好き。MC 滑ったっけ。TikTok でに使う曲、全力道の上よりでええやん。何それ。こんばんは。早く TikTok 一世風靡しますわ。でインスタを、はあ。12時過ぎて昼会見直す。どのレベルなんだろう。かわいい、ありがとう。ぜひね、この配信を見てくださってる方は TikTok と Twitter のフォローお願いします。ことちゃんハートありがとう。普通じゃバズらない。そうやねんな。どうやったらバズるんだろう。はじめまして、こんばんは。しんくん、こんばんは。パフォーマンス中のユナナの笑顔がほんと光り輝いてた。ほんと？再生は恥ずかしいです、ほんとに。目あんま合わなかったでしょ。何回もフォローしましたって。ありがとう。何言いたいこと？何期で一番バズってるの？ユナ。しのさんこんばんは。しきんさん、ファンの拡散もしちゃうので頑張りましたって。嬉しい、優しい、ありがとう。 Twitter も TikTok もフォローしてるの。インスタも早く。え、それなんか喉に口内炎があってさ、だから
本当は今度の夏コの神子さんに撮っていただいた写真 TikTok にあげるのは強い。お TikTok ライブしたかからだ。制限が多いだ。そうだからここも痛いの、なんか顔の頬も全体的にこうが痛、こんな喉にできてるから。意外なチョイスでバチるんか、意外。ね、なんかね熱出やすいって聞きました、あの喉に口内炎は。みんな、なんかどこかに体験入部するシリーズ？体験入部？ナナの顔面ならいつでもバズれるのに難しい。嬉しい。けんなんか今の時代の TikTok は可愛いだけじゃバズならないらしいです。こんばんは。トランポリン、なるほどね。ぴょ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 、はあ、地下音源とかもあるのか、はあ、地下音源とかもあるのか。昨日さ乗せたさあのやつの音源、よくさ食べ物で使われてる音源なんですけど、あれで食べてるとこバック乗せよっかな。アイドルあるある。こんばんは。最近こう勉強してるんですか？今日ライブ初めて見ました。ユナを見に来てくださったんですか？マキさんありがとうございます。連絡取れないです、あかりんさんと。この間あげてくれてた声の裏側とか、ちょ、なるほどね、裏側か。最前列でした。もしかして有公園のあれ、こちら辺にいましたか？女性エリアの方ですか？最前列のひなのペンライト振ってくれてた。僕はまずアプリインストールしました。お願いします。
そうだ、今からランキング読むんですけど、今日皆さんからのあのさメッセージ読めないんです。あのこうやって押してタップできなくて、だから書いてくれてても昼の深いミカタチョウさん、キラキラありがとうございます。ユナくんの TikTok 共有しても誰もリツイートしてくれ、ちょっと寂しいから言わないでくださいミカタチョウさん、パチパチありがとうございます。アカウント書いてくれ、プロフィール欄まだ書けてないか、また書くね、わかりました、ありがとう。ごめんね、タップできないからコメント読めないけど、今日もしも自己紹介のところ書いてくれてたらマジでごめんなさい。ランキング読めます。13位はオコアさん、ありがとう、合ってる名前、オコアさんか、オコアっていうさ食べ物ありますよね、ご飯の。おこわやんな、おこわ大好き、ありがとうジェニー、ゴッタちゃん、ゴッタちゃんありがとう、おしまし禁止だよ今日はありがとう来てくれ、ちいちまっちゅん、まっちゅんありがとうね、お手紙届いたよ、本名知れた順位、ことちゃん、ことちゃんありがとう、今日は公園来てくれてありがとう、キラキラ目立ってたよ、ありがとう。なんない、ふみかちゃんだ、ハートのやつできなくてごめんねけど最後にしたよ、ありがとう。6位、あかにしくんだ、今日は来てくれてありがとう、夜公園。あれちょっと待って、なんか飛ばした。8位、ゆうちゃん、9位、コロくんだ、コロくんありがとう、今日も9位 Thank you コロくん。8位、ゆうちゃんだ、もうね、あの高速だから多分ゆうちゃん見てないけど、ありがとうゆうちゃん、昼夜僕自身心当たりないから多分本当にないです。いやいや、よかったよかった5位が高まさくん、嬉しい、ゆぬのアバターだ、ありがとう高まさくん。4位はなばくんだ、なばくん今日も会えて嬉しかったよ、ありがとうなばくん、聞こえた、むぐりかい。3位はけんこくんだ、最近めっちゃ来てくれる、嬉しい、けんぐくんありがとう。2位、よしみつちゃん、ありがとうよしみつちゃん、お昼もう真ん前にいたからもうびっくりして、再生始まった瞬間からありがとうございます。誕生日9月近い日なので押します、嬉しい、ありがとう。1位は、はるぼうさん、改めて、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアハリボー、ハッピーバースデーとユー、おめでとうハリボー。今年もユナとたくさん楽しい思い出を作りましょうね、ハリボー、ありがとう。もうピンク色にたくさん染まってきて嬉しいです。ピンク色のハリボーしか食べないでくださいありがとうございます。あ、萌え台詞いきますね、3、2、1、ゆなはピンク色のハリボーが一番大好きだよ
ありがとうございます。今日もかわいい、ありがとう。初劇場の経験一生覚えられた。ああ、ありがとう。そっか、今日初、また声見に来て嬉しかった。今日も来てくれてありがとう。やっと会えて嬉しかったです。ありがとうございます。ゴールデンハリボーはダメです今日は声回しもありがとう。こちらこそ。おやすみ、またね、バイバイ。かわちい、ありがとう。今日も配信ありがとう、ありがとう。喉を大事、優しい、ありがとう。バイバイバイ。こんばんは、山本豆柴さん。キキさん、なかなかいけなくてごめんなさいね。大丈夫ですよ。バイミー。一緒に一世風靡しようね。しよう、約束。ちっちゃ。おやすみなさい。喉には蜂蜜。蜂蜜食べたいな。お疲れ様。バイバーイ。そうですよ、公園に行けなくても買ってショールーム来てくれて超嬉しいですから、本当にありがとうございます。いつも皆さんの声だけが家の支えです。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでユナは生きていけてます。本当にありがとうございます。ユナも気にしいです。すぐにね、落ち込んじゃうんですけど、皆さんのおかげで復活しています。ありがとうございます。これからも一緒に楽しい幸せな時間を過ごしましょう。こんばんは。私は支えになってるのだろうか。とてもワンピース超かわいい。またすぐね、おしゃれして着るね。ありがとう。こんばんは。なんなん大好き、なでなで、ありがとうございますこんばんは。最後まで見てくださりありがとうございました。はい、とてもゆくん大好き、ありがとう。まだ透明まで一生でしょ。おやすみなさい。おやすみ。チュッ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